この項目では、2016年シーズンの J2 リーグについて述べる。札幌山形水戸群町場、東京 V 町田横浜 FC 松本清水金沢、岐阜京都新大阪岡山山口さぬき徳島愛媛北九州長崎熊本2016年の J2、所属クラブの所在地 J2 リーグとして18年目のシーズンを迎える。明治安田生命保険総合会社を、 タイトルパートナーとして2016明治安田生命 J2 リーグの名称で行う2015年12月15日にスケジュールと概要が発表された2月28日開幕11月20日閉幕の全42節合計462試合で争われた前日に開幕する J1 リーグともども J リーグ発足後初となる2月開幕という形に な,ったなお、ロアッソ熊本は4月14日の熊本地震の影響により、4月17日開催予定の第8節、京都産が FC 戦から5月7日、開催予定の第12節、北海道コンサドーレ札幌戦までがすべて開催中止となり、試合消化数でたクラブと最大5試合差が生じることとなる。 2016年シーズンの J2 のクラブ数は、前年同様の22クラブ。以下のクラブが参加する。2015年シーズンの J116 位の松本山が、FC と18位のモンテリオ山形は2014年シーズン、以来2年ぶり、17位の清水エスパルスは、初の降格。2015年シーズン J3 優勝のレノファ山口、FC が初昇格、J2J3。 入れ替え戦に勝利した FC 町田ゼルビアが2012年シーズン以来4年ぶりの J に昇格。またコンサドーレ札幌は2月1日付でチーム名を北海道コンサドーレ札幌に変更した。突起なき場合、監督代行はトップチームのヘッドコーチが務めている。このシーズンよりシャツ背中株への広告表示が解禁された。 2015年12月15日発表時点では、リーグ戦においては前年との変更点はないが、J1 昇格プレイオフの決勝戦の開催地が前年までの中立地開催から、リーグ戦の年間順位上位クラブのホームスタジアムで開催されることになった。これについて、J リーグは国立競技場が改修中で中立地での開催ができない場合があり、また、 リーグ先成績上位クラブの優位性が確保されない場合があるためと説明されている。開幕前には、初の j に降格もほとんどの戦力が残り、昇格受けを人、小林真二のもとで1年での J1 復帰を目指す、清水、前年の昇格プレイオフで涙を飲み、スイスから柿谷を一郎を電撃復帰させた、C 大阪、さらに登録メンバーの半数以上を入れ替えるという、 大改革を断行し7年振りの J1 復帰を目指す、千葉などが注目を集めたが、リーグを牽引したのは、ヨモダ周平率いる札幌であった。ヘース、マセード、ジュリーニョのブラジル人トリオの加入で攻守に厚みを増した、チームは1から0の勝利が11試合という堅い守りと、a s FW、徳良健を中心とした前線の高い決定力を、武器に、 第13節で首位に立つとそのまま独走。特にホームでは開幕から18試合負けなし、前年から J2 大記録の23試合負けなしと圧倒的な強さを見せ、9月終了時点では2位松本に勝ち点9差とし、優勝、昇格は時間の問題かと思われた。ところが十月に入り、札幌は第十六節からの五試合で一勝一分け三敗と、 急失速。そこに迫ってきたのは、序盤こそ低迷したものの一年での J1 復帰を目指しての試行錯誤が徐々に功を奏し、第40節には16戦無敗で、札幌と勝ち点で並んだ松本と FW 大前元則が長期離脱から復帰し、FW 低春年との2トップで得点を量産し、札幌を猛追する清水の2チームであった。最終節直前の 第41節、札幌アーウェーで、千葉に後半アディショナルタイムの逆転弾で優勝に、大手。一方、松本アーウェーで、町田に苦敗をなめ3位に交代。清水はホームで昇格プレイオフ県内の岡山を、振り切って8連勝を達成。2位に浮上し、勝ち点84の札幌を勝ち点81の、清水と松本が、追う展開となり、最終節まで。 J2 優勝あるいは J1 自動昇格チームが確定しないという大混戦となった。一方、会の残留争いも開幕から10戦勝ちなしとスタートダッシュに失敗し、その後も波に乗り切れない金沢が最下位に低迷。これにようやく J1 ライセンスを取得し、クラブ初の開幕戦勝利を挙げながら、その後11試合勝ちなしなどこちらも勢いに乗れない。 北九州との2チームで J2 残留を争う展開となるが終盤に差し掛かり金沢は第33節からの6試合で3勝2分1敗と勝ち点を積み上げて一時降格権を脱出北九州も同じく2勝3分1敗と勝ち点を積み上げラモス類の解任という大なたを振るいながら浮上のきっかけをつかみきれない20位岐阜に迫る最終節を前に 勝ち点40のギフト、勝ち点38の北九州、金沢の3チームが自動残留の1枠を争う形となり、こちらも最終節まで J3 自動降格あるいは J2J3 入れ替え戦出場チームが確定しないという混戦となった。迎えた最終節、首位の札幌はホームで再開、金沢と対戦し、0から0の引き分けで共に勝ち点1を積み上げて、 札幌が2007年以来9年ぶり3回目の J2、優勝を決めて5年ぶりの J1 復帰を果たし、金沢も勝ち点を上積みする。2位清水はアウェーで、徳島に、3位松本はホームで、横浜 FC に共に勝利したが、得失点差で清水が2位を守り1年での J1 復帰が決定、松本は3位となり J1 昇格プレイオフへ回った。また、 21位の北九州はアウェーで山形に敗れた、勝ち点を上積みできず、最下位に転落して J3 降格が決定。金沢が21位で J2J3 入れ替え戦に回ることになった。なお、北九州、金沢の未勝利により降格のなくなった岐阜もホームで東京部位に勝利して自力で残留を決めている。その他のチームでは、 攻守にハードワークを見せプレイオフ圏内まであと一歩と迫った街だと J3 時代からの攻撃的スタイルを貫き前半戦を盛り上げた山口の昇格組が健闘を見せた一方シーズン序盤校長だった熊本は熊本自身の影響でゴールデンウィークを挟んだ1ヶ月以上の中断を余儀なくされ大体試合が夏場以降に集中したこともあって 連戦が続いて調子を大きく落とし、16位で J に残留を決めている。最終更新は2016年11月20日の試合終了時出展。J リーグデータサイト順位の決定基準。1、勝ち点2、得出点差3、得点数。1、J1 リーグ昇格並びに、J1 昇格プレイオフ出場は、J1 ライセンスを保有するクラブに限る。2、J3 リーグ降格並びに、 J2J3、入れ替え選出場は J3 リーグの上位2チームに J2 ライセンスを保有しないクラブが入った場合は対象チームが変更となる。1節から21節22節から42節最終更新2016年11月20日出展 J リーグデータ最終更新は2016年11月20日の試合終了時出展 J リーグデータ一差10列のチームがホーム側 色、青イコールホームチームが勝ち期イコール引き分け赤、イコールアウェイチームが勝利。最終更新は2016年11月20日の試合終了時出展。J リーグデータ最終更新。2016年11月20日出展。J リーグデータ中期。前シーズンは J1。前シーズンは J3。ありがとうございます。